笹波川ダムは山口県萩市阿武川水系笹波川に建設されたダム。高さ67.4メートルのアーチ式コンクリートダムの発電用ダムである。笹波川発電所に送水し、最大14,200キロワットの電力を発生する。ダム湖の名は笹波湖という。昭和三十年代初め阿武川水系笹波川においてダムによる 水力発電所の建設が計画された。長戸郷と呼ばれる深い V 字国をなし、かつ強固な地盤を持つことから、形式としては、アーチ式、コンクリートダムが最適と判断された。設計にあたっては、モンロー計算機を用い、最適なドーム型アーチ形状を追求。電力技術研究所の助言を仰ぎつつ、模型を制作して安全性についての確認を行った。 建設工事は1958年に着工、1959年5月に完成した。包み高67.4メートルに対し、厚みは最も厚い基礎部分でも8.8メートルしかない。この薄さが工事関係者へ良い意味での緊張感をもたらし、思考管理に万全を期するよう促すものとなった。模型による実験の結果によると、 この書言でも安全率を大きく確保できていることが判明し、さらに薄く作れる余地が残されていたという。山口県萩市中心市街地から山口県道67号萩川上線を阿武川上流に向かって進み、阿武川ダムを経て笹波川沿いの険しい道を進むと、笹波川ダムに至る。ダムを真正面から、あるいは高所から見下ろすことはできるが、 包みいただきへの一般の立ち入りは制限されている。洪水地の放流は包みいただき中央部分からの腰流、自由落下による。笹並川ダムに蓄えた水は、砂岩の水路を通じて、笹並川発電所まで送水される。発電所は、阿部川ダムの下流に位置し、発電に使用した水は、阿部川に放流している。ありがとうございます。